朗読アラモードのカイトミナミです。今回お送りしますのは、草加洋子作、二つの花です。背徳の香りのする作品です。どうぞ最後までお楽しみください。草加洋子作、二つの花。 黒いペルシャ猫が一匹、レンガ塀を乗り越えて路地の奥へ駆け去った。なだらかな山を背にして西向けに立ち並ぶ洋館。二階の窓やベランダからはこの町のあらゆる建物や海に泊まる船などが見渡せる。大方は偉人が住んでいた。貿易省や 雑貨省を営んでいる彼らは、戦争後の景気で、それぞれの家屋の塀や壁を新しく塗り替え、狭い窓はアメリカ風の大きな一枚ガラスに作り直された。新型の自動車が玄関脇の車庫に収まっている家も少なくない。広いコンクリートの坂道が北に入り込んでいて、そこには四五軒の洋館の 赤や緑に彩られた裏口が、とびとびに並んでいた。牛乳や、新聞配達符、それに、白いエプロンをかけたメイドたちが、朝夕通るくらいで、ほとんど人影は見当たらない。犬などが時折吠える。一軸の枝が、右手の家からぬっと出ている角を、山際近くに上り詰めると、 昔のままの古びた洋館が一軒。しかもここ半年、その門は不気味に閉ざされたままである。左隣は館主不在の神社。向かいは宣教師の家。右側には雑草が伸びている空き地しかなかったから、この家に住む人の生活など誰も知る人はなかった。半年前に、 茶褐色の半分腐りかけた門から黒い布に包まれた長方形の棺が二三人の人たちに運ばれて出たということがこの界隈に住む人の知っている唯一の事柄であったそれももう記憶の片隅におぼろぎに残っているほどで誰もが沈黙の子の家に対して何らの興味も持っていなかった 薄汚いクリーム色の壁に、ツタの葉が鮮やかな緑を呈し始め、幾分このあばら屋も明るくなった頃、重い鍵の音がしばらく続いて門が開かれた。缶抜きが錆びついていたのである。やがて庭に面した窓もきしみを立てて開けられ、微風が色覚めたカーテンを揺り動かした。 簡単な黒っぽいワンピースを着た夫人と、黄色のスウェータを羽織った夫人とが、その窓際でお茶を飲みながら、空と海とを見つめていった。彼女たちの宝肉は青くこけ落ち、太陽の光を受ける瞳は疲れきっていた。バラの花を切ってきてちょうだい。放っておいても、ほら、あんなに咲いてる。 静脈の浮き立った白い手で庭隅を刺しながら、年上らしい国威の夫人が静かに言った。みーちゃま、マジョリカに行けましょう。それから、電竹を直させなきゃ。その夜二人の夫人は、ランプ型の電気スタンドのもで、手紙を書いた。同じ言葉の横文字、白い核封筒に入れる。 二人の夫人はほとんど似たような動作で六通ずつの手紙をこしらえた。みーちゃま、単語踊りましょ。う。古風なフランス風の単語であった。一週間後の水曜日の夜、十二人の人がこの家に集まった。招待主の二人はお揃いの入り立ちであった。 藤色のタフタにあしらったボッチチェリの百合模様が時折光線の具合で沈んだ青色に浮き立って見えた。襟元にはダイヤとオニックスを散りばめたトグロを巻く蛇の飾り物が無造作に留めてあり、もっその翻るたびに銀色の靴が見えた。口紅も濃く二人は若々しかった。 十二人の人たちは立派な紳士や華やかな婦人たちであったけれど、一組の夫婦さえ見当たらない。コクテルを飲む人、踊る人、話を交わす人は稀であった。カーテンやソファーのクッションなどは高価な西人寄りに新調され、ペルシャのタペストリーやビードロとシナトウキの壺などは、 倉庫から持ち出されていた。けれど、この最上の華麗な情景の中に漂っている空気は、おそらく、この家に対する謎が原因しているのであろう。なんとなく、沈鬱な、重々しいものであった。真夜中近く、招かれた人たちは帰っていった。二人の夫人は、 二階の寝室に入り、少し疲れた体を幅広いベッドの上に並べて横たえた。ゆき、若くなります。ミーちゃま、きっと楽しくなります。うと頬が触れ合った。みちこは二十年前に十五六も年上のオランダ人と結婚した。 真珠章を大きく営んでいる金持ちであった。美智子は彼を愛した。しかし、その生活には満足しなかった。物質に対する極度の愛着しかないヨランダ商人は、美智子に対する行為はひどく臨職であった。たまに美智子に宝石やドレスを与えても、それには必ず条件がついているのであった。 戦争中の密貿易のために、美智子は危険な取引を命じられ、南京町と自宅等を何度も往復させられた。代償として、夫は妻に物品を与えるのである。こうした生活は、日本の敗戦とともに終止符が打たれたのだが、彼の隣職は続いた。夫婦はいさかいを始めた。 みちこの激怒のたびに、夫は冷笑しながら、私はあなたにダイヤをあげました、と昔の話を持ち出す。私は物など欲しくありません。あなたが私を愛してくだされば、それでいいのです。みちこは宝石を叩きつける。夫は無言のまま、鍵のかかる箱にそれを拾い上げてしまい込む。 みちこは、夫の背後に、侮辱の目を輝かせながら、それでいて、夫を愛している自分に気づいているのであった。ゆきは、夫の名で、根結のみなしごであった。彼女は、法律な気性と、ブルーの瞳を持っていた。戦争後、この穏やかでない夫婦の家に同居を始めたのだが、 ゆきは夫婦のいさかいの間に立つ役を決してしなかった。ゆきの奇妙な沈黙はみちこを不安にさせた。ある夜、オランダ商人は真珠のサンプルを机の上に並べて価格表を作っていた。時計が十時を打った。みちことゆきはそばで編み物をしていた。 ふと、みちこはゆきの目を見た。燃えるようなまなざしをみちこに向けている。ふたりは無言のまま見つめあった。ゆきは右足を少し伸ばしてみちこに接した。みちこは異国の娘にひどく惹かれた。みーちゃま。ささやくような声。 その夜、みちこは、ゆきの寝室の扉を叩たたいた。一週間後、男は、真珠の粒の色をより分けていた。そばのソファーには、みちことゆきは、一つの置物のように、両手をお互いの膝に置いたまま、動かなかった。時計が、十字を打った。 急に雪が立ち上がった。彼女は一歩一歩、おじの背後に近寄った。時計が鳴りやむと同時に、雪は右腕をおじの首に絡ませた。瞬間、吠えるような絶叫とヒステリックな笑い声が響いた。真珠がコトコトと床に落ちた。 机の上にうつ伏せになった男の後頭部あたりに白髪がかなり混じっていた。雪はみちこのそばへ来ると、いきなりみちこの体を抱き上げて、部屋の中を歩み出した。夜が明け始めた。みちこはふと目を覚ました。雪も目を覚ました。 みちこの薄い絹の余儀が雪の神経を苛立たせた。雪はみちこの胸元のリボンを解いて、ちぶさの中に顔を埋めた。みちこは雪の髪の毛の中に唇を押し当てた。雪には高原を走り回る小鹿のような強烈な血が流れており、みちこには 柔らかな透明な皮膚があった。明るい午後も、雪はみちこを愛撫した。絡み合う二つの肉体は狂い踊っているように、そしてその踊りやむ時を二人は予測さえしてみなかった。毎夜男や女が集った。みちこと雪は、 この沈黙していた屋敷を小さなクラブにすることを考案した。会花の応接間とあの忌まわしい出来事の演じられた昼間とは踊り場となり、食堂にはバーが作られた。窓際近い二隅にはブリーチテーブルやソファーが並べてある。ここへ集まる人たちは、 決して自己紹介をし合わない条件がついていた。これはお互いのために何の苦痛もなく守られた。二階には二つの寝室があり、ほとんど毎晩この寝室には鍵が下ろされた。豪奢な幅広いベッドや白い敷布に巻かれたバラ香水は一夜を送る人々に 最上の心良さを与えた。この家に彼らは惜しげなく高い料金を払った。ある深夜、若葉の間を縫って窓辺に吸い込まれるように流れいる微風が爽やかに感じられるとき、雪は荒い透かし編みのショールを羽織ってロシアの揺り椅子に腰掛けていた。 ユキの瞳は、ローマ彫刻の写真をはめ込んだ、バラの木の額縁付近で踊っている、まだティーンエイジだろうと思われる青年に注がれている。彼は、千番の女客に連れられて遊びに来た新顔であった。ユキは、二週間前から開かれたこのクラブの名称を考えながら、頭の中にあげられる花の名などが消えて、 高骨としながら、まだ何曲か続けて踊っている青年を見続けていた。二人の台湾人を相手にダイスをしていたみちこは、ふと雪に目をやった。踊りがほとんど動かないままであったから、雪の行使も動かなかった。みちこは、ダイスの示す数字を組み合わすこともいい加減に、雪の視線をたどって雪。 それが青年につながれていることを認めた。彼女は突然、苛立たしい声で呼んだ。雪かんだかい響きであった。しかし、きは気づかない。ゆき<雪>はみちこの方を見た。みちこの瞳に嫉妬のひらめきがありありと見えた。 みーちゃま、なに彼女は、ゆりいすを二三度短くゆすって、その反動で小走りにみちこに近づいた。ショールの一端が、肩から腰のあたりに垂れた。あ、わたくしに代わってダイスをしてちょうだい。ちょっと用があるから。ゆきは素直にうなずいて、 美智子の立ち上がった後へ腰をかけた。美智子はバーへ行って小さなグラスにウイスキーを注ぐと人飲みに飲み干した。琥珀色の雫が首をまっすぐに素早く伝って真珠の首飾りに接した。美智子は再び広間へ戻った。そしてローマ彫刻の写真の額が 少し右上がりに歪んでいることに気づいた。彼女は二三組の踊りの間を抜けてその楽の前へ来た。両手を伸ばしてその楽をまっすぐにした。彼女の腕から肩裏へ流れる線の美しさに踊っていたさっきの青年の気持ちはふと抱いている婦人より離れた。 ブリッジをしていた一組が、ツーラバーを済ませて、掛け金を払い合っているとき、青年と夫人はベランダに出た。坊や、いいでしょ今夜。だってママ、パパが。いいの。あれは今出張してんだから。僕ね、ダメなの。今日ママと会うことになっていないの。 いとこんとこで玉をつくことになってんの。だからもう行かなくちゃ。だって電話かかるかもしれないでしょ。うちからよ。ね、ママ。わかってちょうだい。いつもその手でノーなのね。嫌なら嫌だと言えばいい。ママと呼ばれた電鉄会社の社長夫人はいきなり青年の首を強く抱いた。青年は 遠くの方に小さく光っている航空灯を見ていた。彼は彼女の若さに飢えているような激しい物欲しさを感じた。それは優越の喜びでもあった。彼はもう二三度じらしてからと内心を持っていた。しかし次の瞬間、白いすんなりとした腕が 脳裏に大きく映った。それは、美智子の腕であった。お昼間は、雪が買い物に出かけ、美智子が部屋の飾り付けをする。もちろん、十二時ごろ起きて、朝昼兼用の食事を済ませてからである。泊まり客が朝帰っていくときは、コーヒーを沸かし、寝室に運び入れ、 その後玄関まで送り出す。それからまた一寝入りすることもあれば、すぐに部屋を掃除し始めることもある。ある日、雪が買い物に出かけた後、ミチコは庭の金魚草を一本ずつ、色合いや長さを考えながら切っていた。その時、玄関のベルが突然鳴った。時計がちょうど、 二時を打つ少し前で、ぎーという音を立てた。今自分の訪問客はないと言ってよいほどであったから、みちこは驚きと不安とを抱いた。彼女は棒島の木綿のワンピースに素足のままの姿で、急いでバラの垣根に近づいた。青年であった。 社長夫人に伴われてきたあの青年であった。あの日以来、青年も社長夫人も2週間もの間、この家を訪れていなかった。あらみちこは小さく叫んだ。フラノのズボンを履き、派手なチェックの上着を片手に持っていた彼は、庭の方へ振り向いた瞬間、 耳たぶをほんのりあからめて、口元に笑いを漏らした。無造作に結んだネクタイが裏返っていた。み智子は金魚草を抱いたまま、茨の垣根に沿って、玄関の方へ近づいた。彼もまた、二三歩石段を駆け降りて、垣根のすぐ前に突っ立った。お一人で 今頃、いけなかったかしら、僕。彼はうつむきながら、ネクタイの乱れに気づいて、片手でそれを直した。切れ長の瞳、そしてまつげがまっすぐに伸び、繊細な感情が集まったような顔。みちこは、あのローマ彫刻の写真と、ほとんど同一の美しさを認めた。 いいえ、だってびっくりしましたもの。青年は確かに自分のポーズを意識していた。ゆっくり上げる瞳の動かし方。ニット刃を見せて笑いを作る。でも、本当はいけないのよ。私たちのところへ昼間来てはいけないのです。今日は許して差し上げるけど、すぐ帰ってちょうだい。 しばらくして、みちこは言った。青年の顔に、ふと疑惑の表情が浮かんだ。でも一体、わたくしを尋ねてなのゆきを尋ねてなのどちら女らしい不安が、みちこの胸に湧いた。こういった不安な期待はそう。確かに期待している。 長い間待つことのなかった感情の一種類である。不安な予感はあった。雪が誰かを愛しはせぬかと案じる時であったが、今期待していることは完全に、みちこ自身と雪が対立した立場に置かれているということを、彼女はふっと感じた。あなたよ。 その言葉は唐突であったが、真実のように聞こえた。安堵と喜びが、美智子の心をかすめた。あなたに会いたかったの。僕、それなのに、ママはちゃんとこのこと感知しちゃって、僕をここへ連れてきてくんないの。ねえ、僕、あなたとお付き合いさせてちょうだい。いいでしょ 青年は、茨の柿の上に上着を乗せて、両手を差し伸ばした。彼女は喜びを否定した。いけません。男子禁制よ。お帰りになってね。ママと二人なら来てちょうだい。夜ね。みちこが庭の方へ立ち去った後、金魚草がに三本散らばって落ちた。青年は、 首をかしげながら門を出た。青年が細い坂道を降りて行くとき、セロリのいっぱいはみ出たかごをぶら下げて、ゆっくりゆっくり登ってくるユキに出会った。あらぼうや、どうして今頃ユキは、みちこが抱いたのとは別の不安な気持ちがあった。いや、さらに強い。 大きな不安であったのかもしれない。なぜなら、青年と美智子が今あったのだということは、明らかに信じてよいことであったから。ゆきは千番から彼に少し惹かれていた。そして、美智子の束縛を、ともすればうるさくさえ思い始めていた。雪の内部には、 叔父を殺したほどの劇場が彼に傾き始めることの可能性が十二分にあった。舞世のみち子の求めに対しても冷酷になってきていた。ちょっとお尋ねしたかったの。みーちゃま、金魚草積んでらした。恩返されたの。どうして男子金星ですって。彼女の胸に、 その言葉が深く突き刺した。そして、しばらくあぜんとしながら、彼を再びうちに戻らせたい欲望と、みちこの怒りを考慮する工作が、けたたましく自分の中に浮かび上がるのに気づいた。僕、帰ります。じゃ、また。青年はタバコを加え、ライターで火をつけながら、坂を下っていった。 その時、きは初めて、彼が自分と道子と、どちらを目当たに訪問したのかという疑念が湧いた。ゆり椅子に腰掛けて、壁の額を見ている道子のそばへ、きはそっと近寄った。みーちゃま、ただいま。クラブサンドの材料、集まったわよ。ずいぶん高いのね。 みちことゆきは唇を合わせた。お互いに青年に会ったことはどうしてか言えないでいた。そしてそのことを隠すためか、あるいは言えないことの許しを求めるためか、二人は自然に唇を合わせたのであった。しかし、ゆきにとってみれば、みちこが青年に会ったことを知っているのであるから、 腹立たしい気持ちもわずかにあった。会社重役、貿易商人、教授、社長夫人、ブルジョワ霊場。それらの人たちが職務や道徳を忘れて集まりよる時間にはまだ3時間もあった。みちことゆきはお茶を飲みながら小さな出来事をしゃべり合っていた。 町に出る雪は町の景色や市場の価格を詳細に道子に告げ、多くは道子が聞き役であった。道子は高貴な宝石のような感覚を持ち、蘭のような香りをその指先からつま先まで十分に叩たたえていた。しかし、雪の帰りが少しでも遅れると彼女は狂人のようになり、雪が お客の踊り相手をするときの彼女の目は穏やかではなかった。キはその肉体も大柄で、小麦色の肌に真夏の太陽を浴びるひまわりに似た強烈な情熱を発散させていた。だからミチコに対しても小さなことに嫉妬も抱かず、傲慢とさえ見られる自信を持っていた。 ママと坊やのカップルはどうしてご無沙汰なんでしょう。みちこがふっと言った。みちこはゆきが青年に会ったことを知らない。ゆきにしてみれば、みちこが青年に会ったことを知っているのであるから、その言葉にいよいよ憤りを感じた。ゆきは青年に会ったことを口までのぼせたが、黙っていた。 二人の間に沈黙が続いた。本当にいらっしゃらないようね。きも白々ららしく言った。二人の吸うタバコの煙が静かにもっをう引いて窓の外へ流れてゆく。みちこはうっとりとそれを眺めていたが、いきなりきの方にうを持ってゆき、ゆっくりとすりつけ。 きの鼻のあたりから目の下に細かく集まっている小さなそばかすの群れに唇を寄せた。き、みーから離れないでね。みーはあなたが離れないかとビクビクしているの。みーちゃま、あたし、好き。好きよ。みちこの V 型に空いている襟元に、 ルビーのペンダントが沈鬱なよどみの色を呈していた。大理石の肌と新鮮な切り株の肌とが絡み合ったまま、幾時間か過ぎた。雨季に入るとお客の数が半分以上も減った。自動車が横付けにならないため、この坂道を濡れながら訪れる人たちは、 よほど愛し合っている者同士でなければ、億劫なのである。ブリッジテーブルは二つとも空いていて、黒い革張りの椅子は無然と向かい合っていた。しかし、二組の男女が、呪いテンポの曲を、思い思いの踊り方で踊っていた。その他、大学教授が一人。 ウイスキーの角瓶を三分の一ほど開けていった。白髪交じりの彼はいつでも一人で訪れる。彼は昔、みちこを愛していた。わずかに残っている干渉に駆られてこの家を訪れるのであった。しかしその干渉はだんだん現実のみちこに対する欲望に変わり、また学者である彼は この変態的な二人の女性に対する興味を確かに持っていた。窓ガラスに吹きつける雨風の音はかなり激しくなってきた。ミー、ミーはずっとこれからもこうして暮らすつもり教授はそばで一人トランプをしている美智子に言葉をかけた。もちろんよ。 寂しくないのかいきがいるじゃないの。みちこはレコードを掛け替えに行ったきの後ろ姿を目で追った。だってきは女じゃないの。彼はみちこの言葉尻を真似して質問を重ねた。みちこの目は怒りに震えるようにきらめいた。教授は再び 沈黙のまま酒をあおった。真夜中になって二組の男女は二階の寝室に立ち去った。教授はソファーに寝転びながら低い声でアイルランドの民謡を歌っていた。キは揺り椅子にカクテルグラスを持ったままうなだれていた。彼女は 一ヶ月も姿を見せない青年のことを考えている。今日は来る。毎夜七時頃になると彼女はそう信じた。そして十時を過ぎると、明日はきっと来ると期待を抱いた。しかし旅重なるごとに期待することを打ち消さなければならない気持ちになり彼女は落ち着かないでいた。 額に収まっていたあのローマ彫刻の写真はいつの間にか未知子の手で華やかなマチスの婦人像に変えられていた。雪はその赤の色彩を憎み、ふと視線がそこへ行くと激しく首を振ってすぐに他へ目を移した。雪もまたあの青年がローマ彫刻の静かな優美さに似通っていることに、 気づいていたのだ。みちこは、ゆきの表情から何かを感じ取っていた。ゆき、どうしたの重苦しい顔して。みーちゃま、なんでもないの。少し疲れたみたい。お先に休むわ。彼女は、みちこに自分の気持ちを見抜かれたのではないかと思って。 この空気から一刻も早く出したいと決心した。雪、私も寝るわ。みちこは立ち上がり、雪に近づいた。そして雪の額に額をつけた。熱はないわ。教授は二人の行動を凝視していた。 僕、このソファーで夜明かしするよ。いいだろう彼の言葉に二人は軽くうなずいて、みちこは奥から毛布を持ち出してきた。台所横のメイドのいた部屋に二人の寝室が映し替えられていた。小さな枕元の明かりの下で着替えを始めた頃、パッと停電になった。雨と風が激しい。 みちこは上半身裸のまま手探りでナイトガウンを探ろうとしていた。ゆきもベルトをなくしていた。ベルトがないわ。ベルトどこへ落っことしたのかしら。ゆきが床を足で探りながらベッドのそばまで来たとき。会ってよ。みちこが答えた。手探りで二人は近よった。 ユキは、ミチコの胸に手先が触れた。ミチコは、ユキの腰のあたりに手が触れた。ミチコはベルトを巻きつけてやりながら、ユキの肌に唇を当てた。そして、ユキをベッドの上に寝かせ、ミチコもそのまま布団の中につま先を入れた。ミチコの乳房がユキの顔の上を覆った。 雪は無感動のまま、みちこの体を軽く抱いた。教授は、不可解な光景を見たいと望みながら、ソファーの上で深い眠りに落ちた。ガラス張りの広いティールームで、青年は社長夫人と冷たい飲み物を飲んでいた。青年は、ストローでコップの中をかき混ぜながら、 ふと、みちこの白い腕を思い浮かべた。ママ、本当のところ、もう僕、ママの音も堪忍させてよ。だってママも僕に飽きちゃってんでしょ彼は、下手に出ることが、帰って高飛車に拒絶するより、良い効果があることを心得ていた。飽きたっていいじゃないの。 このままでいて悪いって言うのだってママは、ママは僕以外のいろんな網を持ってるでしょずるいじゃないの。じゃあ、いいわ。当分解放してあげるから、ママ以外の人とも遊んでみなさい。お金持ち紹介してあげる。彼女らのグループの話題といえば、お互いの寝室の打ち明け話で賑わっていった。 青年を得た社長夫人は多くの人から先望されていた。道を歩いていてもその手のかけ方や唇を寄せてくるときの表情やそんな小さな動作にまで青年は十二分に相手を満足させるのであった。またなんとか夫人、なんとかマダムでしょもう僕嫌になっちゃった。じゃあ、 どこかの娘っ子がいいのそれとも、芸者遊びがしたいの嫌だねママは。僕はね、精神的に誰かを愛したいのさ。生意気ね。冷たい飲み物の上に浮かんでいる氷のかけらが、目に見えて小さくなった。青年はコップを持ち上げた。みーが好きなんでしょ。う。 そうよ、ママ。あれはアブなんだってば。君が悪い。ミーとゆきのこと、本当に知らないの知ってるよ。だけどみーが好きだっていいでしょ。困った子だね。じゃあやってごらん。ママ連れてってあげる。彼女は、提灯持ちょうちんの役目を、自ら申し出た。 青年は再会を約束されて、社長夫人を美少院まで送り届けた。彼はそれから山の手の方へ足早に歩き出した。自信のある歩き方であった。青年は自分の要望にかなりの自信を持っていた。彼の爪は常に磨かれていた。ハンカチも白く。 ズボンの折り目は崩れていなかった。そして遊び事は何でも一応やってのけた。踊りを得意としていたし、細い声でジャズを歌うこともできた。彼の日常は多くの女たちを次々引きつけて、巧みに逃れ出すことのスリルでいっぱいであった。今道を歩きながら彼は みちこをいかにして手に入れようかと考えている。派手なしまがらの蝶ネクタイを締めた彼は汗をかくことを気にしながら坂道をゆっくり登ってゆく。青年は白いリネンの上着を脱いでちょうどたどり着いたみちこの家の前で少し休んだ。ポケットから香水を出して首筋に垂らすことを忘れなかった。 そして、おもむろに門を入り、ベルを押した。素足に真っ赤な布靴を履いたユキが現れた。マーボンや、どうして来なかったのさあ、おあがんなさい。青年は、みちこの在不在を問うた。いてよ。ユキは何気なく答えた。みちこのことを聞いたと言っても、 それがみちこに会いに来たのだとは断言できない。かえって逆にも取れるのだ。なぜならみちこの不在を願う気持ちで質問したのかもしれないのだから。ゆきは答えてからそんなことを少しの間考えた。青年は脇に抱えていたクッキーの箱を出した。そして広間に通されてから 扇風機をかけたり、冷たい飲み物を持ってきたりする、ゆきの姿には目もくれないで、みちこの出現を待っていた。みーちゃま、坊やよ。さっき、ゆきは玄関で奥の方に声をかけていた。しかし、みちこは一向に現れない。みーちゃま、何かお仕事青年は、 奥しながら通った。その時、鋭い声がした。ユキユキユキは小走りに奥へ入った。二人の会話がはっきり青年に聞こえた。ユキ、いけません。坊やお返しなさい。だってみーちゃま、久しぶりにいだしたんですものを、しばらくお話ししたっていいはずよ。 ゆき、あなた坊やが好きなんでしょわかっています。わかっているから、坊やに帰ってもらうのよ。みーちゃま、私はみーちゃまが好きなのよ。それは確かよ。じゃあ、なおのこと、坊やに帰ってもらいなさい。だって、せっかく訪ねてきたんでしょ坊やは私に会いに来たのよ。私を愛しているのよ。 みちこはさらにきつい声で言った。まあみーちゃま、坊やがそう言ったのはっきり言ったのよ。青年は玄関を出た。ぶどう棚の青い小さな実が、つるや葉の間にちらほら見かける事項になった。みちことゆきの生活は変わらなかったが、 お互いの心と心の間に糸のような細い溝が生じていた。その後青年は時折社長夫人やそれ以外の上流階級の奥様方に連れられて遊びに来ていた。青年は美智子のことをお断念したわけではないが、雪の嫉妬を恐れていたのである。雪が自分に惹かれていることと、 みちこがゆきを愛していることとが縄のようにねじれて青年の行動を躊躇させていた。だからうかつにみちこやゆきに言葉をかけたりしなかった。青年は社長夫人に単独で訪問したことの経緯を告げていた。社長夫人はみちこたちに興味を抱き青年をけしかけていた。 きは青年を知ってから彼女の中にがぜん湧き上がってきた本質的な女性が、みちこにおいては満たされないことに気づいた。そして、みちこが必死に雪を愛しても、きは満足しなかった。みちこの胸や死体に青いあざが絶え間なくでき、髪の毛は引きちぎられた。みちこはそれでも耐えた。 それでも雪が離れてゆかぬことを望んでいたのだ。ある晩、不気味なほど月が澄んでいた。集まる客は酒に酔っていた社長夫人と踊り終え、ソファーに腰掛けていた青年は真っ白のタバコケースから隙のないポーズで二本タバコをつまみ出し、口に加えライターで火をつけて静かに一本を 社長夫人の口元に差し出した。雪は目を光らせて青年の動作を見ていた。青年が赤みを帯びた目を半分うっとりさせながらゆっくり煙を吐いたとき、雪はいきなり青年のそばへ近寄った。ハイネックの緑のスウェータの方に長い巻き毛が振り乱れている。や。 踊らない青年は社長夫人の方を見た。勇気にプロポーズされるなんて光栄じゃないの。どうぞ貸して差し上げる。社長夫人はリネンのハンカチを両手でつまぐりながら青年と勇気を見た。青年は長いタバコを灰皿に捨てて立ち上がった。月いの単語であった。 弦の音が張り裂けるような悲しみを震わせていった。雪は青年の手を強く握りしめた。今夜、お泊まりでしょ多分ね。青年は時折、二三の異なった夫人と一夜を共にしていた。三時に、二階のベランダに来て、雪は、 青年の耳元に囁いた。無表情のまま。青年は否定することもできなかった。向かいの家にある大きなユーカリの木が月光を遮っていた。風が冷たく壁に伝う緑の葉を震わせていた。きはみちこの寝静まった横顔を 薄明かりの中で確かめてから、そっと片足を床に下ろした。三時五分前、彼女は階段をつま先で上がった。二つの寝室の前を通り、突き当たりのバスルームに入った。小さな窓を開け、両手をその枠にかけて体を持ち上げた。 薄いピンクのナイトガウンの裾が彼女の足元にまつわりついた。彼女は裾を片手で少し引き上げながら巧みに窓を抜け出しベランダの囲いの中に飛び降りた。ツタの葉がざわざわと音を立てた。彼女は社長夫人と青年の寝室の前まで来た。 窓ガラスにぴったり額を押し付けてカーテンの隙間から中を覗いた。と、すぐ間近に黒い影を発見した。青年がやはり内側から窓ガラスに顔を押し付けていたのだ。彼女はニコッと笑った。黒い影は動き、金具の滑る音と同時に雪の前へ現れた。 月がユーカリの木から外れ、急に高々とした光が、二人の影をくっきりと浮かび上がらせた。青年はユキの背中に手を回し、ユキは青年の胸に顔をうつめた。坊や、あなたが欲しい。ユキの最初の言葉であった。青年は喜びを感じた。 そして次の瞬間、みちこの面影を心に浮かばせた。みーちゃまが許さない。言わなきゃいいじゃないの。きはあなたが好き。青年はきの瞳に唇をつけた。坊や、坊や。ベンチに倒れるように二人は腰掛けた。 青年は社長夫人たちを思い浮かべた。そして両手でユキの体を擁しながらその皮膚の新鮮さに驚いた。みーちゃまが好きだってこと知ってる。だけどユキは黙っておられないの。それほど坊やが好きなのよ。ユキはあなたの体が欲しいの。あなたがユキに愛情を持ってくれなくてもいいの。それでもいいの。 青年はきの唇の上に自分の唇を押し付けた。きはむさぼるように吸った。青年は雪の布靴を脱がせた。人間の感情など決まった公式に当てはめてしまうことは不可能なんだと数日後青年は思った。青年はみちこへの愛情が きへの情欲に押し流されてゆくことを知った。彼は社長夫人からも他の夫人たちからも逃れた。きは買い物に出る毎日の短い時間を少し伸ばして青年に会った。それはきのうちにあるような柔らかいベッドの上ではなかったけれども、彼女は十分な満足を得ることができた。 青年もまた、雪を愛した。ガスストーブの炎の色が、みちこの神経を苛立たせていた。きは甲骨とした瞳でその炎を見ていた。お客が訪れるのには、少し早い六時ごろであった。き、このごろ、坊やちっとも来ないのね。 みちこが口を切った。彼女はこの言葉を漏らそうか漏らすまいかを一週間以上も迷っていた。ゆきはみちこの言葉を聞き漏らした。ねえ、ゆきあら、なにみーちゃま、何かおっしゃってぼうやはどうして来ないのかしら。ああ、ほんとにね。ゆきは、 みちこの方をちらっと見た。みちこはガスの炎を見つめながら、ひとつの疑惑を突き詰めて考えているようであった。ゆき、あなたの買い物の時間、少し長すぎやしない今日だって5時半でしょ。う。安く買おうと思って手間取るの。そうかもしれないよ。でもゆき、 このごろあなたは変わったようだわ。きは黙っていた。みちこに青年のことを気づかれることを恐れて、毎晩みちこを愛ぶし、みちこの愛ぶにも応えていたものの、やはりみちこはきの行為の中に何かを感じていた。秘密があると。きはガスの炎よりすっかり視線を外した。 みちこはゆきの方を振り向いた。ねえ、ゆき。あなたが私に何か隠していることは知っててよ。そのことが何だってことも推察できるわ。でも、確かなことかどうか、あなたから聞きたいわ。ゆきは立ち上がった。そして、窓の方へ二三度歩みを進めた。立ち止まった。 坊やを愛してるの。きの両耳に古い銀貨で作ったイヤリングが一瞬きラリと光った時、彼女は振り向き直っていて言葉を継いだ。坊やも私を愛してるの。みちこの目ときの目とが勝ち合ったまま、両方からその線が縮められていった。雪。 みちこは両手をゆきの首の周りにかけた。銀貨は1800年代のフランス貨であり、くっきりと体をねじっている裸体の男の姿が刻まれてあった。みちこの目がその裸体に触れたとき、彼女は憎しみとその中に深い絶望感を抱いた。ゆき、 みちこは再び叫んだ。ゆきは突っ立ったまま返事をしなかった。沈黙の中に激しい闘争が起こった。ゆき、あなたはゆきは絡みついているみちこの細い腕をいきなり引っ張り離した。そうよ。与えたのよ。そして得たのよ。快楽を得たのよ。 ゆきは酔ってるのよ。幅広いスカートが翻った。ゆきは二三度くるくる回るとソファーの上に体を横たえた。ゆき、出て行って。出て行って。あなたとはもう離れてしまった。出て行って。引きつったみちこの目、ほとばしり出た言葉。ゆき、 出て行って。いや、殺してしまう。あなたが私の夫を殺したように、殺してしまう。みちこはソファーの上の雪の体を両手で押さえると、その首のあたりを強く噛んだ。殺したけりゃ、殺したっていい。みーちゃま、殺しなさい。抵抗を期待していたみちこは、 ゆきの投げやりな態度に自分の力が失われてゆくことを知った。ゆきの首元から一筋のちがたれた。ああ、私はダメ。殺すことなどできやしない、やっぱり。出て行って。出て行って。泣き叫ぶみちこの耳に。 雪の言葉が冷淡に聞こえた。離れたの。離れたことに後悔してないわ。さよなら。雪は立ち上がった。集まった何組かの男女は雪の不在に気づいた。みちこはウイスキーのグラスを持ってガスの炎を見ていた。 雪は出て行ったのよ。彼女は笑った。メガネをかけた教授がみちこのそばへ来た。みー、みーも本当に女になるんだよ。みちこはいきなりグラスを床へ投げつけた。さすがに今夜の泊まり客はいなかった。教授も彼女を残して帰った。 彼女が帰ることを命令したのであった。彼女は揺り椅子に腰掛けながら目を閉じた。ガラス窓が強い風に激しい音を立てて開いた。ツタの葉が二三枚室内にこぼれ落ちた。彼女は立ち上がって窓際に近づいた。小さなテーブルの上に 銀色に光るものを発見した。雪のイヤリングであった。彼女はそれを拾い上げると、窓から外へ放りつけた。翌晩、冷たくなっているみちこの体をベッドの上に発見したのは教授であった。彼は死体を抱き上げた。 香水の匂いがほんのり首筋に漂っていた。血痕が黒く左腕にこびりついていた。そして敷布の上にもガウンの胸元にもシミが固くついていた。教授は彼女を抱いて部屋の中をゆっくり歩んだ。半ば開いた口元に 自分の唇を近づけようとした。しかし教授は自分の行動を嫌をして、いきなりベッドの上に美智子の体を放り出すと、荒々しい歩調で部屋を出た。黒いペルシャ猫が一匹、ずっと走って坂道に消えたのを誰も気づかないでいた。